こんばんは。めっちゃ雨の中帰ってきました。最悪。帽子かぶってたから前髪も崩れっぱなしだし直せって言われそうですけど、そのままやってます。リップすら塗らずやっちゃいました。マツパキャンセルしたの。そうです、マツパさすがになぁと思って、予報的に一番ひどそうな時間帯に行き帰りしそうな感じだったのでキャンセルしました。お話し会楽しかった。それな、明日のオンラインは参加するって来てる。ありがとうございます。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のイラジロー AKB48 チーム8チーム A 県人の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。スカートめっちゃ濡れました。サンダルもめっちゃ濡れた。めちゃめちゃ拭いて、スカートはもう洗濯機ですね。マツパキャンセル料取られたって来てる。いやー多分取られてないはず。なんか取られますって書いてるんですけど、実際あったらそんなにそういうの、あの気にしなくて大丈夫なんでみたいな感じのあれだった。行ってから、あ、キャンセル料ですって取られたら最悪だけどね。はい、でもキャンセルっていうか予約変更みたいな感じなので、まあ多分大丈夫。変更料金はさすがにないから、全然大丈夫。今日は低めのツインテール、毛先をうねうねさせてたんですが、もう雨でバサーってなってます。今日はノースリーブだったんですけれども、結局寒かったのでカーディガンを羽織ったりしたりして過ごしました。長袖で帰ってきても全然暑くなかった。今日は大好き二つくくり二つくくりっておもろい二つくくりです。お話し会会場結構寒いんで、あれ大事、羽織物は。そうです、今日の雨は大きい傘でも無理があるよね。それな、風強いからもう意味なかったね。明日は晴れかな。明日は晴れてほしい気がするんですけど。晴れそう、イエーイ。サマステの重力シンパシー可愛すぎたってきて嬉しい。いっぱい踊ってる曲ですね。おなじみの曲です。ワンピースの話多かった。そうですね、映画どうだったって聞いてくださって、思いをいっぱい
その時に感じたその思いを直接一対一でぶつけ合いました。まだネタバレ禁止なので今言わないんですけれども、一対一で見てたらね、その聞いてくださった方が見てた場合はめっちゃあーでこうであーばばばばーって言ったんですけど、はい、まあ、一旦もう一回見ます。私は本当にもう一回見ます。早く見に行きたいし、ちょっと眠いな今。眠い。っていうかめっちゃ無性に甘いのがもうすっごく食べたくなって、なんか今日は食欲が変です。今はカードゲームがおまけもらえるらしいね。それな、カードゲーム気にはなってるんですけど人気すぎて買えないみたいな。麦わらストア行ってもソールドアウトって書いてるし、気にはなってます。でもあんまそう対戦する人いないんで、持っててもコレクションするだけになっちゃいそうなんですけど。明日2部からです。この前大人買いしたやつではなく、あ、ワンピースの私が大人買いしたやつはビブルカードって言って、そのキャラクターのプロフィール帳みたいなのを作れますよみたいな感じのを一気に買ったんですけれども、今回のワンピースカードっていうのはカードゲームのやつで、新しく最近出たんですけど、入手困難でございます。そう、また別のやつです。今日よりゆっくりなんやね。それでも早起きだけどできてる。そう、今日よりはゆっくりです。でも私本当に最近早起きがね続いていまして、8月入ってから毎日健康的になってるんですけど、でもね私早起きなんですけど寝る時間は2時とかなんで、ほんと寝不足早寝ろって言われそうなんですけどやはり覚えることがあると寝不足になりますね。早起きの癖がついてね、すごくいいんですけどね。二度寝のセリちゃんとしては辛いってきてる。いやいや、めちゃねありがたいでね、お仕事があって、だからね全然辛くはないですけどね。このご飯食べた後とかめっちゃ眠くなる。今もちょっと食べたんですけど、おやつみたいな、眠い。こんな忙しそうなのにお肌綺麗すぎてビビるってきてる。いやーでも前に比べたらマシですけど、なんか今日めっちゃ甘いの食べたくなって、さっきお菓子食べたんで。やば。マジ明日は気をつけます。なんか今日はね、めっちゃ食への欲がすごいわ。
セリちゃん朝起きれるんだねって言ってる。起きれますよ。私あんま寝坊しないかも。あの昔寝坊を経験して、寝坊っていうのはあの一番怖いものなので、この世で。なのであのもうしないです。なんか早起きの日は常に緊張してます。エイトで寝坊するイメージの子いる？いやー、あんま、でもそんな、もうみんな結構大人なんで、あんまそんなあれですけど、昔はねホテルでよく生活してた時代があるんですけど、エイトね、あの毎日ホテルみたいな、そういう時はやっぱ中学2年生とか中3ぐらいなので、中1とかそういう若いね、世間はあんまり知らない時期だったので、もうみんな寝坊みたいな、わあ今日はあの子が寝坊かみたいな、じゃあ電話かけようみたいな、そんなのがいろいろあったんですけど、私もそれで寝坊したことありますし、あのなので、まあその中学時代に寝坊の恐ろしさを知っているので、もう絶対にね寝坊だけはしたくないです。なんかめっちゃあれする、確認する、寝る前に電車の時間と家出る時間をちゃんと確認して、これで間に合うかっていうのを何回も確認してから寝るね、ずっと。って言って明日寝坊したらウケるよね。いや、さすがにね寝坊はしません。あとは緊張しすぎて寝れないのさえ治れば。そうなんですよ、起きれるかなと思うと寝れなくなっちゃうんですよね。寝たいんですけど。今日もたくさんの方がお話し会に来てくださってめっちゃ嬉しい気持ちになりました。明日もあるのがすごく楽しみです。来週は行けるから楽しみ貯金。明日行きます。待ってます。やっぱり時間足りませんでした。ですよね。久しぶりのリップグロス申し込み中なので、ぜひ。イベント多すぎてどの話しようか迷うねって聞いて。確かに。今月めっちゃイベントあって楽しいですね。ティフエイトの日サマステ、あと渋谷のやつが16にあって、日比谷のやつがあって、他もろもろまだ発表されてないのもありますけど、
めっちゃ楽しみ。全部無事に開催できますようにって感じ。本当に。ずっと会えてる感覚ってきて、それなめっちゃ嬉しい。最近のイベントね、衣装も可愛いからね、嬉しいんですよね。エイトの日も衣装めっちゃ可愛かったし、サマステも憧れのっていうか昔から好きだったギンガムチェックの衣装が着れたし、衣装で結構モチベ変わる気がするよね。衣装って大事。可愛ければ可愛いほどテンションが上がる。やっぱね、メイクうまくいった日とか、洋服お気に入りの着てる時とかはテンション上がりますね。サマステ2部の衣装なんのやつ、あれはラブラドールレトリバーの衣装らしいです。エイトの日のウエストのコンサートの時も着てたんですけど、同じのあれ可愛いんですよね。あのラベンダーみたいな色が可愛かった。私はそうラベンダーの色だったんですけど、あの色好きなんで。はい。見ただけで何の衣装かすぐ分かるってきて、いやでもシングルのとかはまあすぐ分かりますけど、その歌番組用に作ったやつとかはちょっと難しい。だから冬の衣装だなとか、あこれあれかなみたいなのはあるんですけど、全部はねさすがに分かんないけど、公演衣装とかもあんま分かんないかも。服かわいい。それな、これかわいい。18時半になったらランキング読んじゃおうかしらね。ユニット曲の衣装なら分かりやすい。それな、ユニットもまあいっぱいあるから、曲数は知らなかったらあれですけど、なんか分かる気がする。ユニット曲、明日のお洋服決めたってきて、明日のお洋服は考え中、候補がいっぱいあるんで 2、3択ぐらいなんですけど、でもあれかなって感じ、どれって感じですけど、あれかなって感じですね。はい。どれやねんって。チャン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 、これ食べよう。差し入れクッキー、さっきもお菓子食べたな。だから食欲やばいんですよ今日。無理。いただきます。
晩ご飯食べれなくなるやつ。夜ご飯はまあ多分サラダとトマトスープかなって感じなんで食べれます。美味しい。何味？これはバニラ、バニラみたいな。スニッカーズがいいよって言ってる。スニッカーズって何ですか？チョコレートのキャラメルのめっちゃカロリー高そうなやつのイメージ。美味しすぎるこれ。ぎっしりしてる。それな、奥歯に詰まるやつね。いやディスってないですよ。それぐらいめっちゃ詰まってるみたいな感じ。セリカちゃんに釣られてラスクに手を出したなうって。ラスクいいよね。この前エイトの日の差し入れでなんかクロワッサンラスクみたいなのが来てて、めっちゃ美味しかった。なんだっけ、めっちゃ美味しかったしめっちゃ可愛かったんですよ。クロワッサンラスク、あ、これじゃない。あ、これカフェオウザンスティックラスクって書いてる。これかな。サクサクに焼き上げたパンドゥミーをフルーティーなアイシングでコーティング。可愛らしいエディブルフラワーやカラフルな彩りで心弾むスイーツです。本当に私はローズみたいなやつ食べたんですけど、本当に心が弾みました。一旦心弾もうみたいな思ったらこれ食べたらいいと思います。カフェオウザン、めっちゃ可愛いんですよね、見た目も。そう、パステルカラーのチョコかかってるやつ。そう、めっちゃ美味しかったのよね。コミちゃんが A ではお菓子何種も取れるって言ってたけど、みんな控えめなのって聞いた。いや、まあでもあんまりがっつく人はいないかもしれない。控えめというよりかはみんな差し入れに対して大喜びするけど、別にねえ、でも8はめっちゃ早いんですよ、差し入れなくなるの。でもA はそんなになくならない。でも先輩からどうぞみたいな感じなんで、お先輩方が取ってたら私もいただきます。8はみんな同期なんで
もちろん新しく入ったメンバーもいますけど、全然その先輩からどうぞみたいなそういうのないから、どんどん若い子もいっぱい取るし、私たちもめちゃ取るしみたいな、いただくし、そうっていうね。エイトは差し入れもだけど、お弁当の種類も結構ね大事。人気なのはもう本当にすぐなくなるんで、みんなあれです。せいちゃんは控えめそうって来て、そうですね、私もそんな、あどうぞ、私はもう残り物で大丈夫って感じだし、めちゃくちゃ悩んでる子がいる隣で、私は即決タイプだから、お弁当とかはまあ自分が食べたいと思ったのが残ってたらそれは食べるって感じ。っていうかもはやね、あんまり食に対してこだわりがないからか、本当に何でもよくて、だから毎回毎日同じご飯でもいいしってなっちゃうんですよね。最近気づいた、これをめっちゃ食べたいみたいな、今日は絶対にこのこういうのこういう系和食がいいとかなくて、だからご飯とか何食べたいって聞かれてもマジで何でもよくて、ご飯行こうってなった時も選べない、じゃ空いてるとこ行こうとかそういう感じになっちゃう。だからね、サラダとかも自分が美味しいと思ったらもうそればっかり食べてみたいな、で飽きたらまた違うのに乗り換えて、でそればっか食べてっていう感じ。最近餃子を食べなくなったよね。そう、餃子も手軽に食べれるというか、冷凍餃子とかストックできるし手軽に食べれるし、あれ一つで野菜もお肉も炭水化物も取れるからいいなと思って、まあ、美味しいし、でそれだけは食べてたんですけども、最近は餃子っていうよりかはサラダとスープとあとご飯とか、本当に適当すぎて。同じもの食べすぎてよく飽きるタイプじゃない。そうです。次のマイブームは何になることやらって、ちょっとみんな呆れてるでしょ。私は結構ね、まあ好きなものっていうか、これは食べれるなみたいな、手軽に毎日なんか楽に食べれるのがあったらそればっかり食べちゃうし、一時期めっちゃカスタムサラダを買って食べてたんですけど、もうそれも全然買わなくなって、自分でレタスと生ハム買ってそれにごま油と塩コショウをかけて食べるのにハマって、ずっとそれ食べてるし、カリカリ梅はまあ本当に汗かく時、公演とかイベントの時は買っていくかなって感じですけど、普通のこういうお話し会とかの時は買わないなって感じ。私の最近のマイブームはね、サラダと生ハムサラダとキャンディーチーズみたいな
あれはよく食べますね。鴨肉もブーム終わったからなって気づいてた。鴨肉のブームも終わりました。でも食べたら美味しいなってなるんですけど、そのめっちゃ買う、週に 2,3 回食べるみたいなのはなくなったね。月1食べるか食べないか、頻度が減るんですよね。好きなんですよ、飽きたっていうと普通のキャンディーチーズ交互に買ってたんですけど、今日はサラダにチーズを乗せたいと思います。麺類そんな好きじゃなさそうだけどねってきて、あー確かに、いや確かにっていうか麺類は普通に好きですけど、ラーメンはあんま食べないかな。冷やし中華とか冷たいの食べるかも。お店行ってもあれ冷麺とか頼んじゃう。あったかいラーメンもまあたまに食べるんですけど、まあ食べてもあ美味しいぐらいで、明日も食べたいとはならない。これから何するの？これからちょっと寝ます。眠くて眠くて、なんか昨日もじゃあ寝てるんですよ。一日にまあ 4,5 時間はちゃんと寝てるんですけど、なんかやっぱね眠くて、私本当に13時間とか余裕で寝れる人だから、それにしては睡眠時間が最近短いのでやっぱ眠くなっちゃうんですよね。だから一旦寝て起きてお風呂入ります。昨日もなるとゆりなちゃんとあやねちゃんと映画行く前にレッスン、私の方が早く終わってたので、そう1時間ぐらい待ち時間があったんですけど、それで寝てました。レッスン場の楽屋で。プールで疲れたからさっきまで寝てた。プールってめっちゃ体力使うよね。確かに。なんかさよなとももちゃんがプール行こうって誘ってくれたんで今度行きたいです。室内って確認したら室内って言ってたんで、行けたら行きたいなって思ってます。水着買うのってきてる。本当に行くことになったら一緒に買いに行くかもしれない。顔があんまりワクワクしてないって言ってるめっちゃ真顔でプール行きたいとか言ってそれな、いや絶対楽しいからね。ももちゃんとハマと一緒だったらどこでも楽しいと思いますけど、だってプールなんていつぶりよ。あれよ、私なんだ、最後にプール入ったのいつだろう。私が中学校高校生になってからも絶対入ってないんで、中2ぐらいかな。中学校1年生の時はね本当に真面目に学校行ってたんでちゃんと入ってたんですよ一応。
でもさ、あんまりスイスイ泳いでるセリちゃん想像できない。私平泳ぎしか泳げないんです。言ったことあるかもしれないけど、あのね、あれなんですよ、学校の先生に中学校の時に平泳ぎ50ぐらいは頑張ってって言われて頑張ったの。私一生クロールができなくて毛伸びしかできなかったんですけど、あの本当にクロールの息継ぎが苦手で、もう本当無理で、そう本当ビート板だったのクロールの時なんだけど、平泳ぎは教えてもらって友達とかに、でやっと50を泳げるようになった。でもみんなはなんかめっちゃみんなプール上手くて、プール上手いっていうか泳ぐの上手くて100とか普通に泳いでて、なんなんだと思った。あとしかも私めっちゃ身長低かったんですね。だからプールの波がもうこういう風にしないと顔が出なくてっていうのでめっちゃ怖かった。身長低いとね怖いです、プールは。でもなんか誰だっけね、10日のチーム A 公演の時にゆずっちかな、なんか誰かに、セリカさんめっちゃ運動神経良さそうみたいな、プールの話になってセリカさんめっちゃ泳げそうみたいな言われて、えみたいな、私がなんかこんなに運動できるなんて思われたことないから衝撃的すぎた私本当にまさかすぎて、あのね、運動できなくてバカにされるタイプの人だったので、私本当に走りも普通だし、あのマジで平均か平均以下ぐらいの運動神経なので、あと球技本当無理だから、ボール恐怖症だし、もう本当にもうプールも嫌だし、体育の授業本当嫌だったんですよ。なんですけどここに来てめっちゃ運動できそうみたいな、なんかめっちゃ得意そうですって言われて、えみたいな衝撃でしたあんま得意じゃないです、運動もゲームも、競うやつは得意じゃないです。あの個人戦ならまあ、あの自分のペースでできるから好きなんですけど、運動できなそう顔ってきてる顔は関係ないんですけどね、はい。まあ確かに白いと運動できなさそうではある。ずっと室内で本読んでそうなイメージじゃない？白い人って。そう、自転車乗れない。あの時に ゆずちに自転車乗れないって言ったら衝撃受けただろうな。運動できそうって言われて、いやでもせやか自転車乗れないんだよねって言ったら、えってめっちゃ衝撃受けられそう言えばよかっためっちゃおもろい反応が、見てみたかったな。本も読んでるイメージないって聞いて、本はね、好きな本だったら読みます。でもあんまり難しいのは読まない。波動はまだ出てないけどできそうってきてる。私波動めちゃくちゃ下手だと思いますよ本当に。私は多分ご迷惑をおかけすると思います
でも一輪車乗れる不思議さ。そう、なんか自転車学ぶ前に一輪車学んじゃって、そうするとこう自転車が二輪になって手をこうハンドルを持つのが怖くなっちゃうんですよ。一輪車ってもう本当に足のこう回すやつだけでいけるじゃないですか。で今は多分乗れないと思うんですけど、でも自転車よりかはできそう。自転車は本当に乗れないというか乗らない、乗る機会がなくて、一輪車もですけど。でもこの前事務所に一輪車置いてあって乗ったな、ちょっとだけ。練習すれば普通に感覚取り戻せそうだったんですけど、室内だったから怖かった。それが世界一の謎ってきてる自転車乗れないのに一輪車乗れるやつ。でも自転車私練習したんですよ、昔昔。でも無理だったね。三輪車は乗れますよ。そう、補助輪ついてたら乗れるって感じ。でももし仕事で自転車乗ってくださいって言われたら練習します、さすがに。でも自転車のタイヤ細すぎてめっちゃ怖いなと思う。車道走るし危なすぎ。今太いタイヤのかっこいい自転車もあるよ。だってそうなんや、せりちゃん保育園の送り迎えできないじゃんって来てる保育園の送り迎え確かに自転車でするイメージあるよね。私も後ろ乗ってたもんな、ママの後ろ。でもそうなったら車かなと思うけど、私免許取ってないし、徒歩で徒歩で迎えに行くわ、そんなことになったら。かまあタクシー、あスクールバス、うんうん、そうね、スクールバスで、はい。タクシーはお金かかるからね、高いし。毎日タクシーって家計は日の車だよって来て、いやー大富豪っていうの、超お金持ちで、もう働かなくてもお金ありますぐらいの人じゃないとね。運転手やりますよって申し訳なさすぎて、運転代をお支払いしないといけない。それはそれでお金かかりそうなんで大丈夫です
いい人見つかりますようにって来てんの受けるんやけど。おもろ、雇ってほしいって言ってる。履歴書送っていいってきてる。あの採用するか別として普通にみんなの履歴書見たい気はするよね。めいちゃんの羊雇わないと。誰かセリちゃんの羊になってください。俺はペットでって。いやペットは無理です。あのペットは私本当にいつか飼うので大丈夫、受付してないんで。リムです。悲しい、悲しむ。でも悲しんでくれるの嬉しいですね。ペットになりたいって断られて、まあそうだろうなってなるんじゃなくて、ちゃんと悲しむって。悲しんでくれてありがとうございます。実家では飼わないの。パパとママアレルギー持ってるんですよね確か。飼いたがってるけど。アニメやドラマのキャラクターで好きなタイプはシャンクスです。シャンクスしか勝たないんですよね本当に。特に最近は私シャンクスと友達になりたい。シャンクスがいれば生きていけます。ちょっとキモいね私。シャンクスさんの年齢何歳だっけ。39とか39歳ぐらいだった気がする。なんか今回の映画を見てシャンクス推しになる人多そうで、ちょっと複雑。私はもう本当に昔から好きなんですよシャンクスのことが。あの別になんて言うんだろう、容姿含めあの立ち振る舞いが好きなんです。いや別にそんななんて言うんだろうな、強そうっていうので好きなのもあるけど、でも本当にもう今回めっちゃシャンクス取られそうでやだ。マジで私はもう本当にこの映画を見る前からもうシャンクスのことが大好きなんです。もう一押し中の一押し、他は全員2番なんですけど、もう本当に。そう、子さんオタクなんでシャンクスの。
シャンクスしか勝たん。マウント取りに来てるなっていう。はい、シャンクスマウント。新規にも優しいシャンクスでいてほしいよ俺は。いや、シャンクスはみんなに優しいです、そりゃ。だってシャンクスだからね。一緒に映画行ったメンバーとシャンクスかぶりやないの。あやねちゃんとかサンジで、ナルは誰だっけ、ルフィとかゾロとかローだっけ、ユリナちゃんもローとか言ってた気がする。なのでシャンクスは私が好きなんですけど、今回の映画を見てもみんなシャンクスがどうたらこうたらってシャンクスの名前を出してて、あ、私のシャンクスってなりました。重私重すぎて無理。でも独占欲強め。それな、独占欲強め。いや、これはさすがに大げさに言いましたけど、あ、でも私がもうみんな私がシャンクス好きっていうの知ってるから、なんかシャンクスのなんかがあったら、あ、せいかシャンクス出てるよみたいな、なんかシャンクスのああいうのあったよみたいなので教えてくれたりとかするから、みんなそう理解してくれてるから、まあ、それはいいんですけど、本当にシャンクスがもうみんなのものになってしまう、もうすぐ。シャンクス私も好きとは言えない空気なんか全然言っていいんですけど、心の中でわーってなります。アニメのキャラクターにこんなに重い気持ち持ってんの無理だわ。なんか別にシャンクス以外だったら推しかぶりはいいんですけど、なんかシャンクスはもう本当に私昔からもうね、なんのなんかもうね、昔から好きなんで。すいません、30分にランキングやめって言ってたのに。もうすぐ7時です。いいと思います、好きは大事ってきてる。そう、でも私はシャンクスに関わる人みんな好きですけどね。なんかそれこそシャンクスの娘の歌とかも好きだし、あの赤髪海賊団も好きだし、推しかぶり敵視のオタクの気持ちがわかるセリカちゃん。いや、わかりますね、はい。推しが有名になっていくと握手会で雑に対応されないか心配になるのと似てる。ああね、
シャンクスとは親戚です、黙っていました、おもろガミ海賊団の大きな肉食べてる人も好きなの、ラッキールーみたいな人ですよね。はい、みんな好きです。ヤソップも好きだし、ベンベックマンも好きだし、シャンクスがね仲間にしてる人たちですよ、そりゃもう間違いないからね。シャンクスは俺の兄貴やってきてるおもろ、シャンクスの顔の傷をつけた黒ひげ持ってきて、いやーそれはマジかと思ったけど、あの傷めっちゃかっこいい。普通にシャンクスのあの3本の顔の傷はなんかかっこいいんですよね。味がある。黒ひげはそんなでも好きじゃないかも。バギーも好きってことですね。あ、バギーも好きですよ。絡みが好き、シャンクスとの。バギーはおもろいから昔から好きですけどね。ブルーノかわいい。ブルーノはかわいすぎ。私がワンピース好きになったのが小学校6年生ぐらいかな。だから中1、中2、中3、うん、もう8、9年か10年ぐらいはねシャンクス一押しなんですよ。言っとくけどね、本当にワンピース初めて見た日から好きではないけど、シャンクスがちゃんと出てるとこを見てシャンクスがもう好きってなりました。はい。でもなんか、いやいると思うんですけど、全然なんか、まあ、メンバーとかその、まあ、ワンピース見たことある人とかに推しキャラ誰ですかみたいな、推しキャラいるみたいな話になった時にシャンクスって絶対人気キャラだからいつかは絶対被るなと思ってるけど、ローとかゾロとかチョッパーとか意外とシャンクスを一員で推してる人ってあんまいなくて、もちろんいると思うんですけど、私が聞いた感じではなんかローの方が人気というか、ゾロとかサンジとかの方が人気でびっくりしました。
ャンクスあんま登場しないからファン続かないんじゃってきて。まあね、シャンクス確かにあんま出てこないけど、やっぱり一番重要なキャラだと思うんで、これからも注目していきたいと思います。私結構ね飽き性なんですけど、本当に心の底から好きになったら一押しは変わらないなって思いました。マジでこれはいろんな、まあシャンクスをはじめいろんなものに対して、じゃあね、ランキング読みます。13位、 M5 アットセリちゃんお話し会お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、 M さんアットお話し会ありがとう、今日も息継ぎ忘れたさん、ありがとうございます。吸ってこう。11位、トリオヤジアット、セリちゃんのツインテール大好きさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、アッツアット、セリちゃんの配信面白すぎたさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、マルアット、セリちゃんのプライベートメール楽しみにしてるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、ひのちゃんの通信アット、せいちゃん明日もお話し会楽しみだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、スイカの種お話し会相変わらず今日も可愛かったさん、ありがとうございます。嬉しい。6位、ヨッシーアット、明日もよろしくさん、ありがとうございます。こちらこそ。5位、ぶっちゃんアット、明日もお話し会よろしくお願いいたしますさん、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。4位、中心アットお話し会ありがとう楽しかったですさん、ありがとうございます。私も。3位、シャンクスアット、せいちゃん本当にシャンクス好きだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、アマジの黒ひょうアット、今日の衣装超かわいいねさん、ありがとうございます。それなー、かわいすぎー。そして1位はすすきの風来坊アット、せいちゃんの喋り方かわいいさん、ありがとうございます。書いてないけど。はーい、今日もありがとうございます。スタートークします。シャンクス見てくれてた、シャンクスいて笑ったってきて。それな。でもシャンクスはねアニメの世界なんで実際にはいないんで、まあちょっと急に寂しいんですけど、でも声優の池田さんにいつか直接会って声を聞きたいなっていうふうには思います。はい。急に冷めた。セリちゃんも実際にいないって来てんねんけど。私も実はあれだった、空想上の人間だったりして。それはないね。ま
まだ実際会ったことないって来て。えー、そっか、会いたいですね。本当のセリカはめっちゃ冷たい説って来て。そんな説立てないでもらえます？本当にめちゃめちゃ温かい人なんだから、私やめてくれる？セリちゃん冷たいなってきて、指先冷たいけど心はあったかいよ、本当に。じゃんじゃんじゃ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 ん。セリちゃん意外と怖そうってきてる。怖くないですよ。こんなに怖くない人間いないよってぐらいだから。鼻歌歌って一点見てるとき怖い。私めっちゃ一点見つめる癖あって。なんか考え事してる時とか、なんか疲れた時はめっちゃ一点見るのがリラックスなんですよね。なんかね、癖なんですよね。そう、セリちゃんに見つめられたい3時間くらいって。そんな時はお話し会があります。久しぶりのリップグロスのお話し会申し込み中なんで、3時間分ゲットしちゃってください。ずっとカメラ目線で見つめておきます。今日も疲れてそうですって来てる。私、まあ確かに疲れてますね。疲れてるっていうか、なんか寝不足らしいんですよね、私今。なんか寝不足っぽいわ。寝てるんですけど、寝不足。そうですね。寝てて寝不足は一番問題。それな。でもめっちゃ元気ですよ。睡眠の質が大事なやつ。それな。睡眠の質上げてこう、みんな。ここはおすすめってきてる。へえ。今日はおろしいっとくって、オロナミン C のこと。で、私さっきチョコラ BB 飲みました。ちょっと やだねこれ。リアルすぎるかな。疲れた時にって書いてるあの瓶のやつ飲んだよね。でもあれ普通に差し入れであった時に飲んだことあって、味が普通に好きだから、
栄養ドリンクとか飲むときはそれを飲むんですけど、あれ美味しいですよ。そう、肌にもいいしね。だから飲みました。あ、キレートレモンも疲れにいいって言うよね。確かに。なんかちょっと頑張った時とか疲れたなーって時はね、ああいう瓶のビタミン系の飲み物が欲しくなるよね。しかもあれ飲んだらちょっと元気になった気がする気持ちの問題すぎるけど。でも私今日本当お菓子食べたんで、チョコラ BB 飲んで正解だったかも。もう本当にね、ビタミン取ってこう。お疲れさんにクエン酸でお酒終わってますって。おー、梅酒クエン酸って梅干し、梅酒かな。お菓子食べてそんなすぐお肌に狂ってきてる。そう、来るときは来るね。でもそんな、でもあれだけどね、梅酒と聞いて目を輝かせるセリちゃんって来てる。ちなみにだけど、私梅酒飲んだことないです。ちなみにね、うんカリカリ梅好きなくせに梅酒飲んだことないやつお酒レモンサワーかほろ酔いか氷結かハイボールと、あとビール飲んだことあるかな。あとはワインとか。でもそんなね、飲まないね。やっぱり飲みたいと思わなくて。ジンジャーエールでいいってなるねフ梅酒飲んでみたら美味しいかもよってきてるね。なんかメンバーも梅酒好きっていう子多い気がする。だからね、梅酒はまあいつか飲みたいなって思うんですけど、まあ機会があればって感じだね。ハイボール好きそう。ハイボールなんかももちゃんが勧めてくれて飲んだことあるんですけど、なんかめっちゃ大人の味したから、あれ以来飲んでないね。やっぱレモンサワーしか勝たんね今んとこレモンサワー美味しい。なんかキレートレモンみたいじゃないだからね、紅茶のおしゃれなお酒とか飲むイメージなのにってきて、紅茶のおしゃれなお酒あるのも知らなかったな。あ、カルーアミルク飲んだことあるかも。美味しかった気がする。でもめっちゃカロリー高そうと思ってあれ以来飲んでない。私結構ラムレーズンとかラム
酒系のお菓子が好きなので、ラム酒っていうのは好きそうな気がする。飲んだらめっちゃハマりそうな気がする。あの味、香りがめっちゃいい香りするじゃないですか。なんかいつか飲んでみたいなと思いますけど、でも飲む機会がないからね、本当に買わないし自分で。ラム酒って飲むものなの？あ、飲み物じゃないの？違うなら飲まなくていいんですけど。飲むもの、バーとか行ってみたいって来て、あんま行ってみたいと思ったことはないかも。別に まだお酒に対してね、そんなね興味がないからね。あれだけど、興味持ち出したらやばそう。もうめっちゃ飲みそう。気をつけましょう。セリカの年齢の頃は浴びるほど飲んでたってきて、でも21ですよ。そんな早いですね、お酒知るの。私は全然分かんない。お酒よりおつまみが好きそうね。そうなの、私お酒飲むとするじゃないですか。でも飲むペースめっちゃ遅くて、おつまみばっか食べるんですね。だからね、酒よりつまみやな。それくらいの頃はやたら飲むよねってきてる。そうなんや。環境もあるよね。私はあんま飲む環境にないんであれなんですけど、おつまみめっちゃしょっぱいじゃないですか。あのしょっぱさがたまらんのよね。私お酒でむくむっていうよりかはおつまみでむくんでる気がするわ。なんとなく。親が飲まないもんね。そう、親が飲まないんですよ。うちのおばあちゃんはめっちゃ飲むんですけど、うちのおじいちゃんはそんな飲まないし。そうだね、あんま飲まないね。おつまみっていうより塩分な気がするって。それな、塩食べとけって話やな。でもおつまみは本当に美味しいです。塩分取りすぎ気をつけます。じゃあね、そろそろね、あれ終わります。ショールーム配信終わります。今日は意外と長く配信できて楽しかったです。皆さん見てくださってありがとうございました。
明日もお話し会楽しみましょう。じゃあまた。ありがとうございました。バイバーイ。